えー、皆さん、こんにちは、こんばんは、えー。第11回目は、トライキャッチ文とリターン文というものを習得してみたいと思います。えっ、ー、と、前回、えー、ソースを、えー、修正して、まあ、きれいにしたんでしたよね。で、おかげで、まあ、見やすくなったと思うんですが、えっ、ー、と、前々回の動画に対する、えっ、ー、と、コメントで、あの、心当たりの処理、まあ、結局、えー、必要ないのみたいなコメントをいただきましたけれども、えっ、ー、と、これは必要ないです。 で、これは必ず、えー、書いてください。まあ、なぜかというと、えっ、ー、と、まあ、この 640×360 っていう前提で、えっ、ー、と、まあ、今後画面を組み立てていくので必要です。で、これに関しては、えっ、ー、と、まあ、必要なんですけれども、まあ、ただこの 1280×720 でなくても構いません。まあ、ただ、えっ、ー、と、画面の縦横比が、ま、16対9になるようにしていただかないと、まあ、ちょっと、えー、画像が、 あの、<laughs> アスペクト比が崩れたような感じになってしまいます。では、今回の話題に移りますが、えっと、まず、トライキャッチ文というものを習得したいと思います。ま、あの、トライキャッチ文自体は、ま、ここで使っているんですけれども、まあ、あの、おまじないって書かれてますが、えっと、ま、解説してない状態でしたので、ま、このおまじないを削りたいと。 いうことで、えっ、ー、と、まあ、ここの仕組みを、えー、もうちょっと正しく、えー、解説したいのですが、えっ、ー、と、まあ、ファイルが存在しなかった場合をって書きましたけれども、えっ、ー、と、まあえー、要するにですね、ここでファイルを読み込んでいますけれども、まあ、このファイルが、えっ、ー、と、このフォルダの中に存在しているかどうかって、まあ、確実ではないじゃないですか。なので、まあ、こういうことをする必要があるのですが、 じゃあ,あの、なかった場合、まあ、実際どんな挙動をするのっていうことなの、えー、を、ま、ですねまず試してみたいと思います、まあ、例えば「えー、ping」っていう拡張子を、まあ、間違えて「pn、えー」にしちゃったと、まあ、この状態でコンパイルしたらどうなるかというと,、えー、とまずコンパイル時点では、えー、何も、えー、指摘されません まああの、ファイル内の分かりそうな気がするんですが、まああくまでも、えっ、ー、と、実行した時点で、あのファイルがあるかどうかが重要なので、まあコンパイル時点では、えっ、ー、と、チェックされないんですね。で、じゃあ実行したらどうなるのかっていうことなんですけれども、こんな感じになります。えっ、ー、と、バッテンで閉じますね。えー、こんな感じのエラーメッセージが出ます。で、えっ、ー、と、何を言ってるかのということなんですが、 えとまあ、ちょっとこの見方コツがあるんですけれども、えーとまあ、いっぱい出ていますけれども、えー、とここが、えー、と該当のファ,イル名、えー、ファイル名と行番号でここらあたりはとライブラリのファイルを指していますで今記述、えーえー、しているのは part03.java ですよねですので、まあ、ここを見ます、えー、と25行目が悪いと言っていますで、えー、とエラーの意味は、えー、とヌルポインタエクセプション えー、ヌるポインターですよって言っってていますで、まあ、ヌルポインターって何っていうことなんですけれども、まあ、それはちょっと,、えー、と今回で、えーとまあ、はっきりと説明するのは難しいんですが、えーとまあ、ここにヌるって書いてますよね。まあ、最初値がヌるなんですけれども、あこっちか。えー、最初ヌるです、値が。まあ、この例えばレベルの値が51ですとかと同じような意味で、nm-tui はヌるですと。 まあ、値の一種だと思ってください。まあ、空って意味なんですけれども。で、まあ、空なんですけれども、まあ、ここの時点で、空じゃなくて、代わりにこれ、この new というイメージ。で、まあ、えっと、あれ。うーんと、あら。で、まあ、new の <laughs> 説明はまだしていないですけれども、まあ、とにかくここで、えっと、ヌルじゃなくて、代わりの値で、まあ、new はよくわかんないですけれども、まあ、なんかファイル名が書いてあるんで、きっと、 まあ、このイメージってて書いてあるんで、まあ、この画像の、えー、情報がここに代入されるんだなぐらいに、まあ、この時点では、えーとまあ、理解していただきたいんですがで、まあ、このファイルがないのでこれ失敗するじゃないですかで失敗するとこのエネミーアン n e ーバー t u i は、えー、とここのヌルのままで、えー、とこの先の方に進みますで25行目までたどり着いた時点で えとこの値がまだヌルですよね。ヌルなので、えー、とダメですよと言っています。えっ、ー、とエラーメッセージのエクセプションがまあ例外っていう意味なんですけれどもまあダメですよみたいな意味なのでヌルポインターなのでダメですと言っています。で、えっ、ー、とまあやっとまあここの話題になるのですがえっ、ー、とまあ 要するにファイルがなかったらせいで、まあ、ここでエラーが出てるわけですけれども、で、ここ、これ、ファイルがそな、えー、存在しなかった場合用って書きましたけれども、まあ、存在しなかった場合になんか、本来は対処したいわけですよね。まあ、例えば、ファイルが見つかりませんって表示するとか。で、やりたいにもかかわらず、えっと、結局、なんかエラーになってしまっていて、この Java 自体が、 えっと、出力するエラーメッセージが出てしまいますけれども、まあ、本来であれば、ファイルがありませんみたいな自分のメッセージを出したいですよね。えっ、ー、と、そのために、えー、あるのが、このトライ・キャッチという機能になります。このトライ、こっからここまでですね、ここまで。で、囲まれている部分でもし、えっ、ー、と、ファイルが存在しなかったら、このキャッチっていうところの中、 ここに進みますなので、えっ、ー、と、このコメントは、まあ、これはこれでいいんですけれども、これがファイルが存在しなかった場合で、これがファイルが存在するかどうかチェックみたいな意味ですかね。チェックして、まあ、あわよくば、あわよくばというか、ファイルがあれば、まあ、代入して、で、残念ながらなかった場合は、こっちに制御が移りますよというような意味になります。 でですのでここでシステムアウトプリント LN、まあ、最初にやったやつここでファイルがないよで、えー、記述してコンパイルして実行するとどうなるかというと、まあ、やっぱり白い画面出ちゃいますがえー、っとここにねファイルがないよって表示されます。 とまあ、こんな感じで、えー、とトライキャッチ文を使えばこのエラーが出た時の、まあ、対処を、まあ、ここに記述することができるわけですがでまああのこのメッセージを表示することもまあ対処のうちの一つだと思うんですが、まあ、これ見てえっ、ー、とまああファイルがなかったんだなってわかると思うんですけれどもまあそれはそれとしてこの下のメッセージなんか嫌ですよねそもそもこの時点でファイルがなかったら えっと、どうするべきかっていうことなんですけれども、まあ、ファイルがなかったら、まあ、キャラチップも表示できないですし、えっ、ー、と、このね、画像表示もできないじゃないですか。なので、ファイルがなかったらもう、この表示処理をもう中断したいですよね。で、中断したい場合にどうすればいいのかということなんですが、えー、それが、えっ、ー、と、リターンという処理になります。ここでリターンと書くと、 これ以降の処理。つまり、こっから下ずっとですね。こっから、えっと、ここまでを、えっと、実行しなくなります。まあ、逆に言い換えると、まあ、ここでおまじない描画時に呼ばれるってありますが、まあ、描画が開始すると、まあ、上から順番に、こっから順番にこう動かしていくんですけれども、ここで、あ、ファイルなかったって言ったら、ここに飛んで、で、ここまで行ったら、もう終わってしまうと。描画処理。 終わってこの先を実施しないというような挙動になります。逆に言うと、もしファイルがあった場合、どんな挙動をするのかなということなんですが、こうやってずっと行って、ここまで行って、この最後に G が書いてあって、うまくいったとするじゃないですか。そしたら、ここは飛ばして、ここからの処理になります。ですので、例えばここにシステムアウトプリント LN。 ファイルがあったよと、うん、書いておけばどうなるかというと、えっ、ー、と、まずコンパイルして実行します。そうすると、まあ、白じゃなくて黒ですけれども、えー、バッテンで閉じます。そうすると、まあ、ファイルがないよって出るだけで、この、えー、Java が吐き出すエラーメッセージは表示されなくなります。 で、えっ、ー、と、今度逆に、えっ、ー、と、ファイルがちゃんとあった場合、どうなるかというと、えっ、ー、と、まあちゃんと表示されて、で、ファイルがあったよと表示されます。えー、では、今回は以上になります。えー、最後までご視聴ありがとうございました。